こんにちは。8月になったのでオオスズメバチがもうそろそろやってくるんですよね。で、捕獲器、または捕殺器で行ったり、するもの、これです。これの仕組みとか、作り方とかそんなものはまた、後日、別の動画かあるいは、ブログの方で紹介したいと思います。とりあえずこれを全群やらないといけないので大変暑いんですよね。だけどやらないと大変なことになるからやり始めるという。今年ちょっとオオスズメバチ少ないかなと思うんだけど、とりあえずいずれ来るので、やり始める。差し込みというかやっていきます。これで設置が終わったんだけれど、スモンの様子が全然違うので、うちが大騒ぎなんだけども、しょうがない。30分かそこらあたりでなくなります。でただ、これで完璧じゃないので、西洋ミツバチは飛び出していくので、オスミバチが来たら飛び出してくるので、それに対する細工がちょっと必要なんです。9ミリの網をかぶせるやり方もあるんですが、これ全部にそんなことすると大変になる。一番私嫌なのは網かけると中の内見するときに網のけといて、中見るというその手順が加わるのですごく嫌なんですよね。この風に、どんな風に捕獲器をつけてるかっていうと、巣箱の巣門の上にこんなネジ釘、ビスを打って、針金で、ここつなげてるだけです。で、巣門の、3センチぐらいの台の上に、捕獲器の片一方を置いて、それでこんな風に設置してるだけなので、針金を外すとスポッと外れます。捕獲器そのものを巣箱にビス止めするような仕組みのものもありますが、こっちの方が簡単なのでこれでやってます。ただ針金が、錆びて切れることがある。切れるような針金はまた、付け替えたらいいんです。もし針金がこれ切れたら、スモンの前にドサッと落ちるので、蜂が大騒ぎになります。